チョリス。お前なんか喋ってみるとつまらんかよ。チョリス。抜き打ちチェック。バフバフ。お前頑張っとんな。何の抜き打ちチェックっていうとね、塗装屋さん、足場屋さんもまあよう知っとると思うんですけど、あの外気塗装って足場組んでシーリング、まあコーキングとも言うけど、シーリングやって塗装をやって終わりなんですけど、やっぱね一番多いのはねシーリングだと思うんだわ。で俺もよう見積もりやっとる時によう言われたのが、抜き打ち塗装さんシーリング高いと、コーキングが高いだけど、戸建てね10万から15万って別に高くないんだわ。ゼネコンの仕事とかやると多分600円700円っていうのが多いと思うんだけど、もっといくな、1000円ぐらいは出とんかな。ゼネコンとかの改修で撤去までやってね、改修工事でやると、まあ一般的には600円から1000円ぐらいって言うと思うんですけど、うち多分もっと安く出してるはずなんですよ、一般のお客さんにね、はい、でまあ高い安いは、まあ、別として、じゃあ塗装屋さんって結構塗装の職人がやったりさ、シーリングを、はい、だけど絶対俺はできんってお客さんによく言っとるんだけど、そんな塗装の職人じゃできるけど時間かかると、でうちの人間は行ってもう2人で1日2日で終わらしていくぞって、3人から4人で戸建てやっていくから、だからこの値段出せるんですよっていうことをよく言うんですけど、今日さ、まあ本当にぶっちゃけね、あの珍獣山口の現場、まあ一番悪いことしそうでしょ、あいつタバコ吸ったりね、俺の家の前タバコ吸ってガラス割ろうとしたりさ。この辺に僕の名前でも刻んどいてもらってシール言っとけば多分バレもんで、そいつの現場に本当の抜き打ちで来とるんですよ、はい、うん、でまあ今日多分2日目だもんで、撤去してプライマー打ってもう打ち始めとるぐらいかな、充電で最後鳴らすでしょシーリングって。一番不正があるところってやっぱりまず撤去しずに上にチュッチュッってつけるとか、はい、ちょこっとだけ削っといて上からやったらもう分からへんから、はい、でましてや塗装もかぶるからね、まず撤去バチッとやっとるかと、プライマーきっちり濡れとるかで、プライマーもそうじゃんね、結構透明なもん塗っとるもんで分からへんだぶっちゃけ。まあ視聴者の皆さんもあいつの反応見たら分かると思いますわ、顔が引きつっとるはずだから。で本当にこれじゃあ、まあ不正が起きとった場合にどうするんかって言ったら、まあ内容によったらお蔵入りかな。今日その代わりシーリング班全員呼んで、まあ教育会議みたいな感じでね、まあ再教育っていう形になると思うんですけど、まあちょっと一回見てみようか。動画がここで終わってたらもうそういうことですか。まあ動画がここで終わってたらまあ再生数稼げんじゃん。まあ行ってみようか。はい、よろしくです。よろしくお願いします。どうぞ、止まっとるね。あそこですよ。本当の牛じゃないこれ。なかなかないな。撮影行くわって言って、お客さん許可取って、全部やって。まあ、車も同じですよ。金車だな、おい。まあ、ちなみに、まあ、これ、全部撤去しとるやん。うん、まあ、もちろんね、視聴者の皆さん、その、まあ、玄関先なもんで、お客さん見るんだろうって思うと思うんですけど、これ拾っとるかな、これ。テープめくってますわ。おう！おじい、皆さんです。はい。突然来た、びっくりした。はい。顔が出ない、ほら。だから俺の言った通りだろ。テンパってんだろ。あ、お前撤去してないらしいな、噂によると。はい。めちゃめちゃ撤去してますけど。今、まだプライマー塗ってない。まだ全然。今撤去して。撤去が終わって、今2日目でしょ。違う、初日です。あ、初日だったか。初日で午前中、違う現場行ってから。10時くらいにこっち来て、プライマー塗りはまだしてないんだ。まだしてないですね。これ貼ってからだ。テープ貼ってからだと。養生貼ってから。ちょっとじゃあ検査しとこうか。はい。あ、これシール撤去してないんや。で窓。窓周りやね。窓周りは。いやいや、知って言っとるんだけど、これ。あの、なんか、で、入れ墨じゃないけど、まあこう、中に入っとるもんで、はい、被せて打てるからな。二括が取りゃいいんだよな、結局は。そうですね。そういうことだろ。ちょっと髪もらっていいですか。慣れてたから、もう心配。お前が心配そうだから、社長もカメラの前で仕事のこと知らんのバレちゃいますよって顔すんな。
結局ここって肉厚取れんじゃん、撤去しんと。肉厚は取れんとめくれとか剥がれに、そうですね、なってくるんですね、取れちゃうんで、うん、でもちろんここ取る人もおるだけど、わざわざ取る必要ないでしょって。もう絶対そんなことで雨漏りしんだよね。雨漏りはうちも保証しとるもんで問題ないもんな。逆に取ることで雨漏りする可能性もあるしな、可能性もある。わざわざいいやつを取っちゃってな。全件検査行こうか、山口先生。これ入れたのお前らが。いや違う、もともと入ってるボンドブレーク、ボンドブレーク入ってるね、なんか透明のやつな、はい、あ、これも撤去して、あ、これも撤去したのこれ。いや、まだまだしてないな。まだ周りだよ、これ肉厚取れるでセーフだもんな。あ、これも撤去しようね、ちょっと2回行ってみようか。2回も全部撤去したの。はい、じゃあチェックしようか。もう細かい部分まで俺は見ていくよ。いや、ちなみにこれやっとるね、ベランダは。これ全部撤去しようじゃん。こういうとこだね。お、やっとるな。これでも実際こうやってトイレとか内側で外しても全部やるんだよな。そうですね。ここまでやっとるとそれさ、ないでしょ。本当にないと思うよ。ほとんどないと思う。で、ちなみにここがこれバキバキじゃん。はい。どうするのこれ。ここバキバキになっちゃってるんで、うん、そのうちは3面接着になっちゃうんで、うん、一応ボンドブレーカー、あ、ボンドブレーカー貼ってここからピーって通して貼れば、うん、こっち奥まで入っていかないんで、うん、やってください。3面接着避けてやっていきます。あ、撤去しないよこれ。そう違います。撤去しないぞこれ、視聴者の皆さん。そう違います。ああ、サイディングでした。お前ちょっとちょっと俺つまらなくなってきたのかな。師匠解説も伸びんくなってきたし。まあこういうとこもそうだな。でこれはやっぱ別にいいだろう、回し打ちだろうこれ。窓周りはそうですね、窓周り回し打ちだな。あ、こういうとこ、こういうとこも打つだろ。おびびも回し打ちか、回し打ちで、うん、これもうほとんどボロボロない。いや、ここは絶対打つ。あ、これも撤去ちゃんとしとるやん、ほら見て、すごいじゃん。ここも全部撤去したんだ。帯もここ、ここから水が入るよね。で、ここ上だけ打ってやんだな、普通、通常大体な。で、上は回し打ちできるんですけど、結局ここ目地なんで、うん、あ、スニーがつかないんで、うん、で、ここだけはもう撤去してっとんだ。撤去して帯のとこな。まあ一応ここまではパーフェクトだね。あ、ここ もちろんやってやるね。こっからだよ、難しいのは。本当にお客さんの目に届かないようなところ。こういうベランダの中ね、これはまあ、まあやるかな。普通の業者でもベランダってお客さんが入ってくるもんで、まあ一定不正のあれじゃないけど、まあこういうとこはきちっとやってくるんだ、どっちかっていうと。不正やっとんだったら先に言っとけよ。不正はないです。俺は鉄拳飛ぶぞ。不正はないです。もうこういうとこね、こういうとこなんかもう絶対見に来れんで、ピシーやってるんだけどもね、ちょっと初日に入っちゃったもんね、ちょっとあれかな、ちょっと来るの早かったかな、プライマーも見たかったな。もうこれも全部ね、トイレ外して全部やってやるの。これ確かに取らんでもやるとこおるんだよな。先っぽ曲げてやるんだけど、じゃあ撤去はどこまで綺麗にできるのって。で、本当に綺麗なのと思って外したら早いもんな。早いですね。いや、もちろんペペペペって簡単に取れやいけどな。おお、やってやるわ。見て見て、ほらこれ下見たら分かるじゃん。なんかもうバーって取った粉が出とるやん。もうここやってやるね。でも撤去は全部したよね。はい。で、窓周りは全部待ち打ちでいきますよってことだろ。今回の見積もりはそうなってます。そういうことだな。はい。これもやってやるわ。これ全部撤去したの。そうですね。これは塗装職人さん見たらびっくりするんちゃう。なかなかここまでやってる人なんちゃう。撤去しんかったら1年検査とかでシール切れちゃったりするんで、うん、あ、今度切れた時に1年後にこれのシール打とうと思ったら足場ないもんで。そういうことな。1年点検で結構出てくるんだこれが。やっぱこういうとこが一番切れやすいんで。もういいこと言ったな、視聴者に。で、うち1年点検してんだ。僕ら外注じゃないもんで、うん、自分たちで何かあったら全部直しに来なかった。全部直すもんな。ほんでちょこちょこあるもんな、さ、年間何百頭だよ、1000頭近くの工事をやるからやっぱ出てくるんですけど、でこれはもう自社の職人がそっちの近く行った時とかにやれるから、まあ、今現状では費用をお客さんから、まあ、よっぽどの俺らに非がないことでも会社が費用を見てるもんな。お金取ってはないんですよ、お客さんからね。さりげなくアピールしようね、俺も。足場があれば今全然怖くないですけど、下からここまで長いはしごつけて作業しようと思ったらめちゃめちゃ怖いですからね。ああ、まあそうだな。それが嫌。確かにこういうとこも全部やってるね。言ってないとこんなとこも見積もり入ってないよね、オブのね。あ、下も全部やってあるね、見て。これ紙テープ貼ってあるでしょ。お、ここも完璧な仕事しとるね、トイ外してね。あ、ここもやってあるね。これもやってあるね。ここも全部やってある、もう完璧だね。一定合格だな。まあでもちょっと早く来たもんで、ちょっとわからんけどな、プライマー塗っとるかどうかがわからんな。しっかり塗ってます。わざわざ撤去するんだもんで、ね、プライマーぐらい塗るわな。それが塗らない業者もいます。撤去はきちっとやってもバレるから。いや、もうプライマー塗っとったら今日その現場が終わらなくなっちゃうから、一工程飛ばして、うん、プライマー飛ばしてそのシール打っちゃえばもうわからんもんで。はあ、そういうことな。もう打ったらわからんもんな、絶対な。
でボンドグレーブレーカーもそうだよな、ボンドブレーカー入れてるかどうかなんてもう後から確認しようがないんで、結構ありますよ。まあ不正の話ばっかりしたらあかんですけど、まあ、まずうちのことで言えばこんだけやっぱきちっとします。でまあそれはやっぱ何って塗装の職人がシールやらないっていうのは強いよな。シール専属なんでみんなここにおる職人たちは、だからそこがやっぱうちは強いかなと思います。どうするの100点か。100点ですね。100点だって、まあ、そんな感じです。ちょっと今日キレが悪かったですけど、まあ、四日市でシーリングの2級チェック、まあまあだったんじゃない。まさかの撤去してなかったらちょっと俺ビビったけど、いや俺ここまでそのこの歯吹いたまで全部やってるのはもう感動したな。これもう100点満点です。じゃあみんな、最近再生数ちょっと少ないんで、ぜひね、いいねとコメント入れてください。コメント、見てるだけじゃなくてぜひコメント入れて、まあ、あーでもいいでもうーでもいいんで、ぜひコメント入れてください。まだ見てねー。キレ悪い、キレ悪いですねやじゃーって言ってやる。Yeah.